お誕生日おめでとう。3ヶ月ぶりに会った彼女にこのセリフは言いにくかった。ありがとう。彼女はそう言ってバーのカウンターの僕の隣に座った。僕らはよくここでカクテルを飲んだりおしゃべりをしたり酔って少しふざけ合ったりした。今日ここに来ればまた君に会えるんじゃないかと思って。まんまとね。別れた理由は些細な喧嘩だった。 60% は僕が悪く、 40% は彼女も悪かった。そして彼女はカクテルを頼んだ。いつも酔った時にするちょっとしたおふざけのカクテル。マスター、キスミークイック。マスターはペルノーのボトルを取るために後ろを振り向く。その瞬間、僕と彼女はそっとキスをした。